ポケモンスリープを開始して356日目でございます。時刻は11時11分でございます。なんでもこんな時間かっていうとですね、もう最近ちょっと新しいスポット巡りみたいのをしておりまして、家から近くて、そうか、一回起きてまた追加したんで、まあ、4時とかそれくらいに起きてるんですけど、もういかに結構深い睡眠なんか取れてたような、ただここの時間帯、そうですね、起きて寝て起きてみたいな感じだった気がするんですけど、まあ一回深い睡眠取れた気がして、でちょっと最近思ってんのが、家から近くてクーラーが効いてて、で静かで Wi-Fi が通ってて、で柔らかい椅子が使えて、人通りが少ない場所で、6時は言い過ぎない、7時ぐらいからずっと空いてる場所ってないかなってずっと探したんですよ。ついに見つけまして、もう家から近くて、で、まあ、6時とかですね、まあ、こう点々としていくんですけど、まあやっとねいいとこ見つけて、この夏場でいつも朝ちょっとあったぞニューキャラ、あ、これ昨日コダック色違いかな、オゲータか、半球ね、ね、どういう意味なんだろう、半球って食べることが大好き、餌を見つけたら目をかかって飛んでいくオゲータ、美味しい餌を食べている夢を見ているのか、眠っている間も気を持っておく、これ、ね、マウスピースしないと危ないですからね、歯やっちゃいますから。そうだから朝いつもラジオ体操してそこから運動してたんですけど、もう朝、まあ、本読んで、でそっから将棋の練習もして、で Wi-Fi 通ってるとこでプロレス見て、でそっから、まあ、運動はやっぱしないといけないんで、今9時とか10時からジムがあるんで、そこで有酸素運動を入れながらプロレスの動画見て、で帰ってきて、涼しいとこでまた出て、で本読んで、で将棋してみたいな、こうやって今なんでね、火曜日はちょっとね温泉とサウナがねある場所が休みなんでね、ちょっとそこは残念なんですけど、まあ、ちょっとね本当自分の中でこういいルーティーンというか、そういう場所が見つけられたなと。しかもですね、これ一番僕の中で大事なポイントなんですけど、お金かからんと、無料で行けてまう、ただ周りの目を気にするっていうのさえ気にしなければ、もうなんぼでも行けてまうみたいな、お金をかけずにいかに楽して生きていくかっていう能力って結構僕は大事だと思ってるんで、あんま周りを気にしなくていいんじゃねえと思ってて、周りを気にするから、まあ、いろんな制限がかかったりとか、まあ、周りを気にしなさすぎて他の人に迷惑をかけちゃいけないんですけど、まあまあそれくらいしゃあないかぐらいな、まあこれしょうないなって周りに思わせたらある意味勝ちみたいなね、ある意味ですよ。だから周りの目を気にしないでおこうって思いながらも、やっぱ気にしてる人って多いと思うんで、まあそれ多分未練だと思うんですよね。最近読んだ小説の中で結局なんかこう踏み込んでめちゃくちゃにしてやろうっていう気持ちはあるけど、そこに踏み込めないのは勇気とか絶望とかそういうのじゃなくて、まあ、世の中に未練があるからなんじゃないかって話があって、僕も結構それはそうだと思うんで、その未練さえね断ち切ることができれば結構、まあ、今またフレイルとか熱中症とかいろんな問題があるんですけど、まあ、それの中の未練を断つって中で僕は、まあ、これが正しいか分かんないですけど坊主にするっていうのは結構ありなんじゃないかなと思うので、皆さんもですね、ぜひ、自分の家の近くで、ここのスポットめちゃめちゃええやんと
隠れ穴場見つけたぞっていうのがあったら、ぜひそこでね、熱中症対策しながら運動もできるし、お金をかけずに有意義に優雅に過ごすってことは可能ですので、ぜひね、家の中じっとしてても体調も良くならないことが多いと思うので、部屋の中をね快適にさせすぎるっていうのは僕も意外と問題なのかなと思ってるんで、今日もねもう今日終わりますけど、台風が来たたりしてるんでね、まあ9月までしんどいと思うんで、あと2ヶ月ですね。